ツマイファンなら分かって当然、キスマイクイズ。どうも皆さん、こんにちは。全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、キスマイフット2についての動画となります。今回ね、キスマイクイズやっちゃいます。ファンの方々ならね、もうこんなん簡単だよってねなるかもしれないんですけれどもね、全部で10問ね、キスマイに関するクイズ出しますんでね、ぜひ全問正解目指していただきたいと思います。全問正解でね、キスマイ王の称号が与えられますんで、よろしくお願いします。今回ね、クイズ全部で10問で、回答のね、制限時間は15秒になります。で、北山さんにね、関する問題、答えもね、あるかもしれませんのでね、よろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。第1問、北山博光さん主演映画トラさん僕が猫になったわけの主題歌は何でしょう。スタート。まあね、感動する映画ですね。笑いあり涙ありということで、皆さんわかりますかね。バラードですね。ヒントはバラードです。はい、皆さんわかりましたでしょうか。正解は君を大好きだあります。まあ本当ね、歌詞がね、本当に映画にねマッチしてて泣けるね曲ですね。続いて第2問、玉森裕太さん主演ドラマナイスフライトの最終回に出演したメンバーは誰でしょうということで、はい、玉森さん以外のメンバーがね出演しました。誰でしょうか。ドラマ見ててびっくりしましたね。わかりますかね。はい、じゃあ時間切れです。正解は宮田俊哉さんです。いや、びっくりしましたね、本当にドラマ見て。いや、サプライズ登場でしたね。続いて第3問、藤ヶ谷太輔さん主演ドラマ仮面ティーチャーの主題歌は何でしょう。スタート。ね、かっこいい曲ですね、これ。皆さんピンときますかね。もうライブでのねパフォーマンスもかっこいい楽曲です。はい、時間切れです。正解はラブシック。皆さんわかりますかね。まだ3問なんでね、皆さん全問正解で来てますよね、もちろん。それではね、続いて第4問いきましょう。第4問、キスマイフット2の CD デビューが発表された会場はどこでしょう。スタート。感動的なデビュー発表、会場はどこだったか分かりますかね。ヒントはね、東京都内ですね。さあどこでしょう。はい、で時間切れです。正解は代々木第一体育館ですね。今回のねフォーリアライフでもね、来年2月に代々木第一体育館でねライブやりますんで楽しみですね。はい、続いて第5問、ジョッシー松村のスクリーム、誰のソロ曲でしょうか。スタート。ね、これメンバーの誰かのソロ曲となります。誰のソロ曲でしょうか。すごいねインパクト強いですよね。わかりますかね。はい、タイムアップです。正解は二階堂隆さんですね。ジョッシー松村、二階堂さんですね。すごいね可愛い格好して歌ってましたね。はい、続いて第6問、キスマイの楽曲ネイキッドが収録されているシングルは何でしょう。スタート。ね、どのシングルにネイキッドが収録されているでしょうか。もうかっこいいね演出、ライブでかっこいいねパフォーマンスでしたけれども、わかりますかね、何のシングルでしょう。はい、タイムアップです。正解はラブバイアスね、キスマイフットに会えるでしょうのね、パフォーマンス良かったっすね、かっこよかったですね。続いて第7問、ブサイクルのシングル曲でオリコン週間ランキング1位になった曲は何でしょう。スタート。ね、ブサイクルの楽曲でね1位になった楽曲1つあります。皆さんわかりますでしょうか。
3、2、1、はい、タイムアップです。正解は道しるべですね。これ結構ね、惑わされた方いるんじゃないですかね。棚からぼたもちって思った人いますかね。正解は道しるべになります。続いて第8問、泣きながら事務所のオーディションに行ったメンバーは誰でしょう。スタートね。みんなオーディションを受けて入ったわけですけれども、泣きながら事務所のオーディションに行ったメンバーがいます。誰でしょうか。はい、タイムアップです。正解は玉森裕太さん。泣きながらオーディションに行った玉森さんがね、今こんなに大活躍してるっていうね、すごいですよね。続いて第9問、玉森裕太さん主演ドラマ信長のシェフに出演したキンプリメンバーは誰でしょう。スタート。そうですね、信長のシェフに現キンプリメンバーがね出演してたんですけれども、誰でしょうか。まだその時にジュニアの頃ですけれどもね、可愛い役でした。誰でしょう。はい、タイムアップです。正解は永瀬廉さんです。ね、まあ今はねもうめっちゃ仲良しですけれどもね、当時ジュニアの永瀬廉さんがね、信長のシェフに出演していました。さあ最後の問題です。10問目、つんくさん作詞作曲のシングル曲は何でしょう。スタート。すごいですね、豪華な方々に、作詞作曲していただいています。つんくさんの楽曲は何でしょうかね。バラードですね。ヒントはバラードの楽曲提供していただきました。はい、タイムアップです。正解は最後もやっぱり君ね、レインツリーの楽曲ですね。本当にキスマイ、いろんな方々にね楽曲提供していただいてますね。最後もやっぱり君、いい曲ですね。はい、ということで全部で10問が終了しました。皆さん何問正解されましたかね。まあ、ゼロはさすがにいないですよね。ファンの方なら10問、まあ、最低でもね7問以上は言ってるかなっていう感じですけれどもね、まあ、全問正解の方はねキス迷子となりますんでまあ僕自身もね問題作ってて、あの迷ったのがやっぱり、ね、あそこのブサイクのシングルでね、まあ、オリコン週間ランキング1位になった曲はっていうところで、まあね、今回正解が道しるべということなんですけれどもね、なんか棚からぼた餅じゃなかったかななんて思ってたりもしましたけれどもね、もうよくよく考えたらね、あのキスブサで1位取れなくてね、スカイダイビングとかありましたね。セカンドシングルでスカイダイビングありましたからね、落とすところとしてはそこかなっていう気がしますね。あとね、最後の問題で、まあ、つんくさん作詞作曲ということは本当ね、キスマイ豪華な方々にね提供していただいてますよね。第2回ね、キスマイクイズとかもねちょっとやりたいと思いますね。他にもね提供していただいてる方いらっしゃいますんで、その方々はねちょっとクイズにしていきたいななんて思ってますね。まあ、皆さんに、ね、何問正解したかとかねコメント欄にて教えていただけるとありがたいですね。まあ、他のグループとかのねクイズとかもね、これから機会があればねやりたいななんて思ってますんで、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。